よし、やるか。ローグタウンを出してついにグランドラインに突入した麦わらの一味。やがて上陸した島に待ち受けていたのは秘密結社バロックワークスの賞金稼ぎたちだった。その戦いの中でバロックワークスに潜入していたアラバスタ王国の王女ビビを成り行きで保護したルフィたちは、内乱の危機にある祖国を救いたいというビビの思いと覚悟に心を動かされて、彼女をアラバスタ王国まで無事に送り届けることを決める。しかし先を急ぐ航海の途上でナミが高熱を発して倒れてしまう。ビビは航海の続行よりもナミを医者に見せることを優先すべきだと提案し、一味は冬島ドラム島に上陸する。かつて島を治めていたドラム王国は医療大国として知られていたが、海賊の襲撃に遭い国王のワポルが国外へ逃亡したために衰退しつつあった。この島の医者はワポルによって連れ去られ、ドラムロック山頂の城に住むドクター・クレハが島に残った唯一の医者だという。想像を超える過酷な雪山で様々な障害を越え山頂を目指すルフィたち。しかし体力は限界を迎えようとしていた。全身凍傷になりかけて、こんな格好で何のつもりだ。すぐに湯を沸かしてぶち込んどきな。こっちは出血がひどいんだ。あばら6本と背骨にひび。俺がオペしていい？一番やばいのはこの娘だね。死にかけてる。大丈夫だ。あの血まみれのガキもこの娘もちゃんと治してやるから安心しな。仲間なんだよ。わかったよ、助ける。チョッパー治療だ。頂上に到達したルフィはドクタークレハとチョッパーに救われる。ナミとサンジの治療も間に合い、自らも手当てを受けた。回復したナミはドクタークレハにチョッパーについて尋ねる。ドクタークレハはチョッパーの悲しい過去を語り始めた。ヒトヒトの実を食べたトナカイ、トニートニーチョッパー。彼はトナカイからも人からも拒まれる孤独な存在であった。傷ついた彼を唯一受け入れたヤブ医者ドクターヒルルク。彼はチョッパーを息子として扱うが、死病に侵されていた。国を癒すためヒルルクはある研究に余命を費やしていたが、医者狩りを掲げたワポルの罠により世を去ってしまう。チョッパーはヒルルクの意志を継ぐためドクター・クレハの下で医術を学んでいたが、その心は未だ傷ついたままであった。待てこら！待てよ、あいつさっき喋ってなかったか？ん？そういやあいつ日本足で立ってたような。バケモンだ！なんだありゃ、日本足で歩いてトナカイでモコモコで、チビででかくなって
化け物で。いいやつだ。面白い。サンジ、あいつ仲間にしよう。こら待て化け物、俺たちの仲間になれ。あれ、この匂いはワッポル。この城を奪い返すぞ。この城はドクターの墓標にするんだ。あいつらは絶対に入れない。やっちまえトナカイ、俺たちも一緒に戦うぞ。よっと国を見捨てた国王など認められるか。俺たちも戦うぞ。王様に逆らうカバどもがこんなにいるとは驚いたね。実際残らず死刑にしてやれ。それが一国の王のやることなの。ルビーさん、みんなを守ってみて。城の守りが手薄になってる。あんまり城から離れないでくれ。ゴゴムの
でも王様に逆らうんじゃねえよ。一気に攻めかかれ。新手が出てきたみたいだわ。ベリーに手出しはさせねえよ。こっちから挨拶に行ってやる。余裕でいられるのも今のうちだ。俺たちも加勢するぞ。やるからな。よし、もう大丈夫だぞ。ガルデル、俺が万能薬になるんだ。何でも治せる医者になるんだ。だってこの世に治せない病気はないんだから。はい。
よく王様がどれほど偉いのか見せてやる。バクバクシャーク、ボボ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 ボの分際で王に逆らうってんじゃねえだろうな。俺様の砲撃を食らいやがれ。ザパンはワポルタスと戦う気だ。誰かザパンを助けてやってくれ。わかるね。ワポルの近道を教えてくれるのか。You're not here!
見つけたぞ。邪魔口。まずお前から死ね。したんだ。お前らのような腐ったガキどもの来るところじゃないよ。墓？あのカバ医者の墓だと？まあ！笑わせるな！ドクターはこの国を救いたかったんだ。だから俺はお前たちを城へは入れない。ドクターの信念、ドクロの旗は絶対に下ろさせないぞ。まあ、いよいよもって殺してえやつ大集合ってわけだな。ドクターはお前だって救おうとしたんだぞ。この国から出て行けよ。よき。場所に逃げたな。逃げ場をなくして追い詰めてやろう。バクバクチャーク。出よ王国の戦士たち、貴様の城を取り戻してこい。
何か始めやがった。サンジさん、これってまさか雪崩を起こしたのか。ラパンメ、何のつもりだ。ウサギの分際で王様の邪魔をしやがって。やったぞ。ありがとう、ラパン。やつらを助けたっていうのか。ラパンは決して人に懐かない動物だぞ。やつが逃げ込みそうな場所を落としちまうか。俺たちも続け。
る。様の思い通りにならん奴は死ねえ。これがこの国のすべてだ。この城は俺の城だ。よりによってあんなヘボ医者の旗なんぞ掲げるんじゃねえや。城が腐っちまうぜ。何してんだ、ドクターのドクロマークに。おい、邪魔口。麦わら。お前はこの旗の意味を知らねえんだ。まあ、そんな海賊どものアホな飾りに意味なんぞあるか。何度でも折ってやるぞ、そんなカバ旗なぞ。避けろ、危ない。お前なんかに折れるもんか。ドクロのマークは信念の象徴なんだぞ。
吹き飛べカバメ。ほらな、折れねえ。これが一体どこの誰の海賊旗かは知らねえけどな、これは命を誓う旗だから冗談で立ってるわけじゃねえんだぞ。お前なんかがヘラヘラ笑ってへし折っていい旗じゃないんだぞ。国の誰からも好かれねえ一人ぼっちの怪物に何ができるってんだ。仲間なんていなくたって俺は戦えるんだ。ドクターの旗がある限り俺は仲間ならいるさ。俺が仲間だ。神様だろうと誰が偉くたって偉くなくたって関係ねえんだ。俺は海賊だからな。貴様もう怒ったぜ。見尽くしてやる。トナカイだ。角だってひづめだってあるし、
青パナだし、そりゃ海賊にはなりたいけどさ、俺は人間の仲間ではないんだぞ、化け物だし。俺なんかお前らの仲間にはなれねえよ。だからお礼を言いに来たんだ。誘ってくれてありがとう。俺はここに残るけど、いつかまたさ、気が向いたらここへ。なんてろくなもんじゃない。あっという間に屍になるのがオチさね。それでもいいんだ。生意気言うんじゃないよ。たかだかトラカイが海へ出るなんて話聞いたことないね。そうだよトナカイだ。でも男だ。お前みたいな泣き虫が男だって、勝手な真似は許さないよ。お前なんかが海へ出て一体何ができるって言うんだい。あのヤブ医者のように幻想に生きるのかい。違う、幻想じゃないよ。ドクターの研究は完成してたんだ。あ、みんなソリに乗って山を降りるぞ。待ちだ。何？用意はいいかい、若造ども。うちだ。Oh, yeah.